はい、斉藤明です。本日は岩手県高校総体今年度の予想したいと思うんですが、まあ結論書いちゃいます。太田監督になった森翔、やっぱり強いです。と言いますかね、遠野と森岡シーツがね、ベスト8で当たっちゃうのがもったいないくらい、確的にこれどっちかがもう早々とやり合っちゃって、森翔のね、一人殿下になるとは思うんですよ。ね、森翔の顔ぶれっていうのは、東北屈指の逸材が揃ってますからね。まあ、私立遠野がどこまで食い込めるか。あと、やっぱり中央ですね。中平くん。まあ、秋浜コーチの2世なんて言われてますけど。アッキー2世、最後のね、シーズンですので、頑張ってもらいましょう。中央と遠野オアシーツ。で、こっちは小塚田商業で決まると思うんですが、ダークホースはやはりユースリーグで3連勝中の千北。この直接対決ならね、わからないです。なお、森翔さんはね、明日は、芝中央駅すぐそばのフットボールセンターで、初戦を戦いますんで、ぜひ、お時間のある方はどうぞ、ということで、以上です。